マシュー・ヴィンセント・ラポータは、アメリカ合衆国、フロリダ州ポートシャーロット出身の元プロ野球選手、宇藤右内。高校時代は、野球の他にアメリカンフットボールのフルバックとしても、活躍。2003年のドラフトで、シカゴ・カブスから13巡目で指名を受けるが、入団せずに、フロリダ大学へ進学。3年目の2007年には52試合で打率。 400に2本類打52打点を記録した。同年のドラフト1巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名される。6月25日に、契約金200万ドルで入団に合意した。この年は、A 級で23試合に出場して、オプス1.142をマークし、オフには、ベースボールアメリカ市からブルワーズで最も有望な、選手に選ばれた。 2008年7月8日に CC サバシアとの交換要因の目玉としてマイナー3選手と共にクリーブランドインディアンスへ移籍した8月には北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表として出場し銅メダルを獲得した日本との3位決定戦では和田武氏から本塁打を放っている2009年5月3日のデトロイトタイガース戦で メジャーデビュー。しかし、メジャーでは、現在に至るまで期待に沿う活躍はできていない。2011年も、出塁率が3割に届かない数字に終わると、マニーアクタ監督は、年齢的にも、若手とは言えなくなってきたラポータに対して、無条件にチャンスを与えることをやめ、スプリングトレーニングで、他の選手とレギュラーの座を争わせる方針を明かした。 2013年11月5日に FA となった。2014年2月7日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、3月21日に放出された。その後、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約したが、5月13日に解雇となる。ありがとうございます。